バイターはイギリス海軍の護衛空母でアベンジャー級護衛空母の一隻である。イラストリアス級航空母艦ビクトリアスから取られた本級。右舷側に環境を持つのがバイターでマストのみがアベンジャー。本級は前述の通り途中から航空母艦として改装されたクラスであるが改装時期により艦型が異なりアベンジャーとチャージャーは 平甲板カンパン型であったが、バイターとダッシャーは右舷側に環境を設置しており異なっていた。4隻の空母はイギリス海軍に渡されたが、チャージャーは早い時期にアメリカ海軍に返還された。改造の方法は貨物船としての完成後に改造されたアーチャーと類似し、船体上に紳士角形の飛行カンパンを張り、 飛行艦班と船体の間に高さ4.88メートルの格納庫を設けており、艦尾側の側面は密閉された。艦隊の全長151メートルに対して、飛行艦班長は125メートル、艦幅21.2メートルからオーバーハングするように、艦班幅は23.2メートルに達した。もともとが低速な商船であったが、飛行艦班上のカタパルト1条により艦載機を、 射出することが可能であった。しかし、引き渡し後に、イギリス海軍の艦載機の問題により、飛行艦班の長さを134.7メートルまで伸ばす改良が実施されて、収益時期が伸びた。飛行艦班の中央部には格納庫から、艦載機を運用するための縦12.8メートル10.4メートルの5.4トンエレベーター1機が設置されていた。 1943年に取られたバイター。アメリカ式の護衛空母は飛行甲板のスペースを阻害しないように張り出しを設けて対空火器を分散配置しているのが特色で10.2センチメートル広角砲に完走済みである。もともとが民間の商船であったために武装は船体上の空きスペースに分散配置するしかなく、 対艦用にマークス 90.2cm 速射砲を張り出しを設けて監視看板上に並列で2機、艦尾に1機の計算機を配置した。その性能は 14.97kg の砲弾を行角20度で 14,560m まで届かせる射程を得ていた。この砲を単装砲画で3機を搭載した。 光賀の不行能力は、行角20度、深く15度である。旋回角度は300度の旋回角度を持つ。発射速度は、カタログデータは、毎分8から9発であった。他に近接用に、甲板の脇に、エリコン 20mm 炭素機銃を炭素砲牙で15機と 12.7mm 機銃を炭素砲牙で6機配置した。 これらの火器を搭載するために79型及び271型レーダーを搭載した。収益後の1942年8月2 0 2トル速射砲はイギリス海軍式のアームストロングマークス v 1 0 2トル広角砲に換装された。その性能は1 4 0 6ラムの砲弾を 行角44度で15,020メートル、最大行角80度で9,450メートルの高度まで到達させることができた。これを単層砲がで3機を搭載した。砲賀は360度の旋回角度があったが、実際は上部構造物により社会に制限があった。方針の不行は、行角85度、深く5度で、発射速度は毎分10から15発だった。 他に、エリコン 2cm 単素機銃4機を撤去して、銅 2cm 連装機銃4機を設置し、単素機銃は11機となった。本館の機関構成は、ドックスフォード式2サイクル下級6機筒ディーゼル機関2機を、電磁式クラッチと一段減速ギアで接続して1、軸推進で8500馬力を発揮し、速力16.5ノットを発揮した。 TBF アベンジャーより撮影されたバイダー艦はペンシルベニア州チェスターの3社で開示委任契約のもとにチェスター像船所にて1939年に寄港1940年12月18日に貨物船リオパラナとして浸水しその後アメリカ海軍に購入されて護衛空母へと改装1940年にイギリス海軍に移管された 地中海での幾度かの航空機輸送任務の後、イギリスに戻り、実戦の作戦活動に入る。1944年に、バイターの飛行艦板で取られた会4回、ワイルドキャット。1943年3月に、艦上戦闘機シンハリケーン12機と、艦上雷撃機フェアリーソードフィッシュ3機を積み込み、第811海軍航空隊を乗艦させ、戦団護衛任務を実施する。 1944年2月に搭載機を、艦上戦闘機械4回、ワイルドキャット4機と、艦上雷撃機フェアリーソードフィッシュ11機の編成し直した。この後、ディーゼル機関がイギリス海軍の交渉では、修理不能となったため、1945年1月に、バイターは自由フランス軍に移管させられ、リクスミュードと改名されて自由フランス海軍で収益した。 韓米は第一次世界大戦での激戦地、ベルギー領ディクスムイデからである。自由フランス海軍の努力により、機関が回復した後、関西機は、艦上戦闘機 c ファイア1 5機に編成し直して、再び戦団護衛任務や航空機輸送任務に従事した後、第二次世界大戦後は、第一次インドシナ戦争にも一時従事させられ、関西機を艦上爆撃機、 SB リードオントレス15機の編成で1946年から48年にかけてインドシナで活動したが1949年から航空輸送艦となり1956年にトゥーロンテ宿泊艦となった後1966年にアメリカ海軍に返還されて同海軍で廃棄された。ありがとうございます。